ユニック P107 は、フランスのシトロエン社が1930年代に開発し、ユニック社において量産された軍用の半送機車である。1920年代から30年代にかけて、フランスのシトロエン社は、ケグレスの発明した特許に基づいた何種類かのハーフトラックを開発、生産していた。1934年に、シトロエンケグレス P17 の後継機種となるシトロエン。 ケグレス P107 を開発したが、シトロエンが経営危機を迎えると、シトロエンの親会社となったミシュランは、民間市場に重点を置く施策を取った。これに伴い、ユニック社がフランス軍向けの P107 の生産ライセンスを取得し、ユニック P107 として1935年から生産を開始した。フランス軍向けに生産された P107 は、主に砲兵トラクター及び、 公平車両として使用され、1940年にフランスがドイツによって占領されるまでに、総計3276両が生産された。1940年にドイツ軍がフランスを占領すると、露客されたユニック P107 は、ドイツ軍によって、ライスターズーグクラフトワゴン U304 の形式名を与えられ、引き続き方権員車などとして使用されることとなった。 ドイツ国防軍の装甲師団の一つである第21装甲師団は1943年に北アフリカ戦線で壊滅した後フランス国内で再編されたがこの際に使用可能な装備の多くがフランス国内に残されていたフランス製の路角車両であった第21装甲師団の技術将校であったアルフレッド・ベッカーはフランス製車両の改造を 回収に尽力した人物として知られているが、ユニックピン107も彼の主導によって走行ハーフトラックに改造され、走行兵員輸送車や自走対戦車砲として再編された第21走行師団に配備された。これらの車両は1944年に連合軍がノルマンディに上陸した後の戦闘で実戦に投入された。ありがとうございます。